そうそう、まっすぐ引けてますよ。うん、ここですね。はい、私結構全部全体的に好きかも。5番ぐらい。でもユーティリティの方が結構操れるのかな、自分の中で。ちょっと右、あれちょっと向きが違う。左はいいけど、ナイスオン乗っただけ。厳しく言ってあげてください。視聴者さんにこのコメントが荒れる前に乗っただけ。3人の仲良しぶりが半端ない。違う対戦なんですけど、3対3人みたいな。それコメントしないとコメント欄が荒れちゃうから。そうめっちゃ構えやすいよ。めっちゃ安い。あ、本当だ。シュパっていきそう。出そうですけど、打ったら打てないでしょうね。多くて重たいですか。でも初打ってみて。でもじゅんちゃん全然打てるよ。本当打てる。すごい5番アイアンだけどめっちゃ構えやすい。打ってみて。ちょっとなんか傷つけたらね。傷つけちゃったら、そうそうそう、死んじゃう。すぐ新しいのを持ってきて。目かいしリップどれぐらいで交換します？いや、もっと短いかも。試合に出てくるんですよ。1ヶ月、2ヶ月ぐらい。柔らかくて、私も、うん、すり減っちゃうんですよ、結構。あなので、みんな結構アマチュアの人グリップ交換全然しないの。ああ確かにしないですよね。だから私半年か1年に1回した方がいいですよみたいな。せめてね、せめて。そうそうそう、そう結構なんかグリップ変えたら急になんか打ちやすくなったみたいな、うん、ああそれはあるかも、うん、全然違う。変えた方がいい、うん、変えた方がいい。そんな高くないし、うん、しっかり拭いた方がいい、うんうん、砂だらけですか。女性の方ってどういう基準で選ぶんですか、グリップって。やっぱ色？でもなんか感触、うん、滑らない。滑らないやつ。うん、こういうグリップの方が好きで、うん、柔らかいのがやっぱいいの、うん、私、細い方が好きで、細くしてくださいって言って。へー。なんか、握った時に。ちゃんと指がこうカチッとなんない、しっかり固定されてる感覚じゃないと、なんか緩んじゃいそうで、うんうん、確かにそれはありますね、うん、さっきのパターンもそうだけど、これも結構難しい。確かに
さっきのように打てたらいい。竹内さんが見本を見せてくれますよ。そうですね。長いですね。グリーンが大きい。つながってますからね。スライスでいいですかね。そうですね。全体はスライスの下りですよね。登ってから登って下り。上がってから下ります。じゃあ木のギッカーぐらいで。打ちたくない。嘘。かっこよすぎでしょ。私も3回打っていいですかこれ。確かに激ムズです。とりあえずも入れるしかないってことですよね。ワンアップ。よし。オーマイガーですよこれは。いやすごいマジで。いや私も、 もう何も考えずに打ったら本当に吸い込まれていきました。出ました。ちゃんと見れました。出るなら右の番と木越えですけど、正面の木の右ぐらいで大丈夫。バンカーからちょっと、はい、右で、はい、バンカーまで220あります。あ、そうなんですね。アクティブなんですね。アクティブ派です。
でも地元の友達がゴルフをし始めてるので、うん、一緒に結構ゴルフ行ってます、めっちゃ楽しいですね。プライベートでも行ってます、なんかあります。で今バンカー見えてる数と、あとちょうど中間のところにちらっとだけ見えてる、そんなだらかなところに一つちっちゃいバンカーあるぐらいで、エッジまでは205ヤードくらいです。行ってるかな、やってみましょうか。これですよ、このラフが伝わるかな。ちょっと今度、はい、この感じ結構沈んでますけどね。3番ウッドですか。スルート、はい、ちょっとやるだけやってみます。ちょっとずっと気になってたんですけど、はい、シューズめっちゃかっこいいですね。あ、そう、今年のモデルでナイキさんの、後ろかっこよくないですか。かっこいいです。どこ打っていいかわかんないから、ちょっとゆいちゃん先に刻みます。おお、完璧じゃん、うん、まっすぐ。おお、すごい。まっすぐ。乗る。ナイス。めっちゃ。あ、ピン近い。近い。先。うまくいった。やったー。あれはもうイーグルチャンス。すごい。到来ですね。やばいっす。ラッキー。沈んでて、かつウッドの時は何を気をつけ。あ、短く持ちます。普段より結構短く持って、うんうんうん、そんなフルショットじゃなくて、まあ抑えるような感じ。とりあえずしっかり当てる、うんうんうん、試合、うん、波に嬉しい。この間行っていいんですか。手前とこ80。全然手前からコロコロでもないし、いや、あそこしかないですもんね。この行きましたよ、この頃。いや、でもライン的に竹内さんのやつがいいんじゃないですか。多分なり難しい。当たんない、当たんない、うん、当たらない。こっちの方がいいと思う。前で行きますか、うん、そうですね、これちょっとプロにやってもらいましょう。あ、私、あ、OK、はい、うわー、でもまあ一般的には嫌ですね。当たんないかな。さらっと言いましたけど、どうですか、ゆうちゃん。当たると思う。当たる。ここに当たる。大丈夫じゃない？当たんないでしょ。多分58で高さを上げたいんだったら当たるけど、30ヤード。じゃあプロに最後に言ってもらう。うん、最後でいいですか？はい、最後です。見せてください。ピピッと止まる球。あと番目や。いいんじゃないですか？うん。うまい。ゴー。うまい。ゴー。もうちょい。左でした。ナイス。ゴー。あー、これいいよ。いいと思う。ゴー。あー、これいいよ。ゴー。入れて。入る。おい、いけ。止まれ。うわー、惜しい。惜しい。あ、いいです。あ、そうか。プロショットイメージ的にはやっぱりどんな感じですか。イメージはキャリーでどこだろう、2,3 ヤード乗せるぐらいで、そこから転がったの上げてもいいと思うんですけど、ちょっと低めで
ちょっと弱かった。あ、でも弱いです。ちょっと弱かった。本当スピンかかった。スピンかかりすぎた。スピンかかってる。かかるのがすごい。かかるんですね。スピンかかるんですよ。俺は行ってみただけだった。言ってないのにスピンかかる人多分。私たちのやつ見て、手前に置いたんだと思うんです。キュッて言いました。スピンかかんない。赤ボール。イーグルパット近い。カップ2個忘れたの。あ、結構しますね。はい。登ってからのスライス。ボール半分強気で ナイスバーディーです。イーグルパット見たかったね。そうですね、決めたかった。最後の最後に決めましたね。際どいところに行くと、そうですね。